誰か医者を呼んできてくれ。ハーバー公爵夫人が急に。ハーバー公爵夫人、すみません、失礼します。クロレンス姫君。パーキンソン病に見られる嚥下障害、パーティーの料理が軌道に詰まっている可能性が高い。夫人、しっかりしてください。ハーバー夫人、意識がない。それにチアノーゼを起こしている。ハイムリック法もダメ。こうなったら方法は一つしかない。感染対策としてアルコール消毒液を持ち歩いていてよかったわ。何をしている。夫人のためを思うなら今は邪魔しないでください。必ず助けます。ナイフで頸部を切開して気道を確保する。30秒以内に終わらせないと。よし、かすかに詰まっていた食べ物が見えてきたわ。あとはこの管を使って。助かった、よかった。まだこの世界では気管切開術を行った例はないから大変なことになりそうね。クロレンス姫君、うん、ご同行願います。承知いたしました。ですがその前にことづてをお願いできますか。ことづて。はい、緊急のため手術室への移送を行わずに処置を行いました。万全な状態で消毒を行ったわけではありませんので感染症の恐れがあります。皇室十字病院の方たちには改めて消毒を行うようお伝えください。はあ、お願いしますね。